皆さんこんにちは、平山茂と今日は7月27日ですね、火曜日でございます。現在時刻は3時37分ということで、いや皆様本日もお疲れ様でした。八兵衛さん絶好調だね。素晴らしい、素敵です。いいね、最高だよ。あなたに言ってるの。私に言ってんの。あなたに言ってます。さあ火曜日です。さあ火曜日です。もう大丈夫ですね。さあ大丈夫ですね。それ以上言うことはない。それ以上言うことはない。大丈夫、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 大丈夫。ではまた明日お会いしましょう。早い？そうか。オリンピック楽しいですね。オリンピック楽しいですね。日本人選手が頑張ってますね。日本人選手が頑張ってますね。嬉しいですね。嬉しいですね。元気が出ますね。元気が出ますね。ではまた明日。あ、そう。まあ、7月のあの連休もねちょっと終わってしまったので、またしばらくねお仕事頑張らなきゃっていう感じなんですけど、まあ、8月ねお盆がまた目の前に見えるところにもう迫ってきておりますので、そこまでねしっかりお仕事頑張りましょうね。ね、大丈夫ですからね、本当にね。耳が痛い、大丈夫、痛くないね。まあ今週もねもう火曜日ですから、うん、もう火曜日ですからね、あともうちょん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 ですから、ね、頑張りましょう本当にね、うん、出たがりだね。 いいんですよ、まあ、毎日ね元気もりもり出していきましょうよ。から元気でもいいですからね、まあ、暑いですから本当にお体には十分に気をつけて、また週末に向かって頑張りましょう。頑張りましょう。ではまた明日お会いしましょう。平山茂と、おやすみなさい。おやすみなさい。また明日。また明日。